違う曲にしよっかな。皆さんこんばんは、 NMB48 チーム B28 期研究生の宮地こと松野美代です。よろしくお願いします。早速歌っていく、歌っていく。何から歌いますか。前回歌ってない曲歌いたいんですけど、リクエストあればお願いします。仕事終わった、こんばんは、あなかちゃん、こんばんは、こんばんは、こそばんそうこう、どうしよっかな、何にしよっかな。最近の曲も懐かしい曲も歌いたいですね。先ほどはの配信が終わった後、ちゃんとご飯食べました。来たよ、こんばんは、アフロ君、そうそう、お久しぶりです。お仕事中内緒で星投げてます。えへえへやって、えへ、こんな時間までお仕事、大変ですね。黒い天使懐かしい。なんか思ったんですけど、予習しないと歌えない曲多そう。なんかリズム忘れてそうなんですよね、どの曲も。こんばんは、なんかアップテンポな曲歌いたいな。じゃーん、じゃじゃーん。1時間って何曲ぐらい歌えるんやろ。ちょっとこれ見ながらの方がいいか。すごい。NMB48 の NMB48 も入ってるんや。北川賢治、あ、恋なんかのサンキュー、最後の語るし、しがみついた青春めっちゃ好きなんですよね。絶滅、太宰治も読んだか。ドントルックバックも好きやな。はふう将軍、僕以外の誰か、いいね。今ね、入ってる曲を見てるんですよ。なるほどね、やっぱ AKB さんは多い。はい、待ってました。黒髪、君と出会って僕変わった、好きです、めっちゃ。名前に無駄調子つけて、おお、ありがとうございます、けいちゃん。無駄調子嬉しいね。あ、ドリアン少年、ジュニアさん、ひと夏の長さより乃木坂さん、めっちゃ好きです。なんで私が好きな曲わかるんですか。一番だけとかなら15曲ぐらい、1番だけの方がいいかな。星投げご準備落ちしてありがとうございます。 Thank you。 夢逃げ終わりましたか。夢逃げ迷ってる間に時間、確かにそうやな、1曲歌いながら募集しとくべきだった。何にしよう。
ちょっと待って、君と出会って好きやわ。君と出会って僕はにします。歌えるかな。ちょっとリズムをね、最近聴いてない曲、リズムが微妙に分からんかもしれんねんな。あ、止めちゃった、止めちゃった。止めた。ありがとうございました。 BGM にして、次 BGM 止めちゃった、止めちゃった。何にしよっかな、何が来てましたかね。待ってました、待ってました。私昨日この間歌ったっけ、歌ってないな。入ってるかな、入ってるっけ、入ってるってはさっき言ったかも。ダメだ、記憶がないよ。待ってました、どこだ。待ってました、待って入ってません。まさかシンガポールマストビーナー真夜中のつながり人間ばかりないですね。入ってないです。歌いたい曲はあるんですけど、入ってない曲が多いからさ、わかる？わかりますか？もうちょいマイク近くてもいいかも。こうやって歌うべき？こうやって歌うべきですか？カップリング入ってないよね。でもほんまに3期は入ってんねんな。謎いね。じゃあちょっと AKB さんの曲歌おうかな。AKB さん何がいいですか？チュ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 ンチュンチュチュンチュチュチュンチュンチュ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 ンチュンチュチュンチャ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 ンチャチャチャンチャンチャ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 ン。言い訳メイビー。なんかさ、あれなんですよね、普通にさ、あの配信じゃなく歌ってたらさ、歌えてもさ、配信やとなんかビビって裏声に逃げてしまいます。曲多すぎやろ、めっちゃ。 Give me five。 なんかめっちゃ昔の曲歌いたいな。チュンチュンチュ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 ンチュンチュ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 
ベイビーベイビーベイビー入ってないの悲しいな。めっちゃ好きなんですよね。I love you, baby, baby, baby. 好きな曲あんまり入ってない説。ああ、鈴懸。めっちゃ懐かしい。清純フィロソフィー。制服が邪魔する。おお、ゼロサム太陽いいねー。ええやんか。誰かのために。次のシーズン。ティーチャーティーチャー。はあ。でもでもの涙歌います。最高だ。お、めっちゃ聞こえやすい。夕日を見ているかいいね。ビンゴいいね。ビンゴ入ってるかな。いいじゃないですか、めっちゃ。やばい、ビビっちゃうね。やめたんだ。でもが一番しんどいな、全曲の中で。Thank you.
了解しました。マイクに入っているかなと思って、あ、こっちにしたら入らない、こっちにしたら入るのか、なるほど。マジでさ、マジで息吸えへん。私シオンさんの歌声めっちゃ好きなんですけど、シオンさん肺活量すごくないですか。やばい、え、10年ぶりに歌ったけど結構覚えてますね、メロディー。でも若干わからへん、なんか音に乗せて歌ってるだけで合ってるかわかんないです。マジで10年ぶりに歌うんですけど。人間関係は面倒だけど一人では生きてゆけない。Oh, no.
めっちゃ好きこれ。バイバイって言わはりますよね。HKT か STU の曲歌える。 HKT さんめっちゃ好きですよ。 STU さんも。HKT48 桜みんなで食べた。やばい、全部好きなんだが、どうしようかしら。12秒にしよう。楽しいですね。青春だ。あのね、私ね、マジでその当時しか聞いてないからさ、マジでさ、5年とか5年以上前に記憶なんで、多分間違ってます。でしたなんか雰囲気でいけるかなと思うんですけど、好き好きスキップは覚えてるはずです。マジで適当じゃないです。これ適当に歌ってるわけじゃないんです。Yeah.
いいですね。ええー、わほんまに。あはは。マックス時365あるかな、あるかな、あります。365じゃ315分ありました。まあ、歌えるかわかんないんですけどね。わからないです、すいません、全然覚えてなかったです片思いファイナリーめっちゃ好きなんですけど、めっちゃ M ステの録画見を見返してたんですけど、楽しいですね前のめりも一生聞いてた。強がり時計いいね。パレオはエメラルド、不器用太陽も好きでした。未来とはもうめっちゃ好き。一秒後次の一粒が落ちたとか落ちてないと歌おうかな。未来とはうまく歌えないのが悔しいんですよ。ウィーンてか自分が好きな曲ばっか歌っちゃってる。うん、フレンチキス。未来とは一秒
全然わからんかった、申し訳ないです。ちょっとフレンチキスは柏木由紀さんが入っているユニットなんですけど、ロマンスプライバシー、これ好きなんですよ。皆さんわかりますか？マジで変やけど、こうやって歌ってる、こうやって歌ってたら歌いやすい。めっちゃ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 大人になるたび誰もが正直でもなくなる、どんなことでも全部話せたままにも目を合わせられない、秘密が止めちゃった止めちゃったこれめっちゃ好きなんですけど、めっちゃ好きなんですけど、
マジでそれなんですよ。一人きりだったら歌えるんです。なんでバグったんやろ。私の画面は普通でした。何歌おうかな。何歌います。あ、そうや、渡辺麻友さん歌おうと思ってたんやった。忘れてた。NMB の曲ね。何これ。割と NMB 歌ってるイメージだけど、2回やる今回ってことね。ないってか入ってないんです。三日月の背中歌いたいんですけど入ってないの。なんで死なれ柳時折り。
とうございました。ありがとうございました。一番マシに歌えたかも。私が2番も歌う曲は調子がまだマシやなっていう曲です。やばい、おいしい、めっちゃおいしいです。ありがとうございました。これにて終了。まだまだあります。マジで歌唱力鍛えますね。なんか一人で歌ってる時というより爆音で流してる時は歌いやすいんですけど、マイク入るとね緊張しちゃうんですよね。いっぱいありがとうございます。キラキラ星、ちょっと地声をいっぱい練習します。ありがとうございました。今度はセットリ考えてやろうかな。もうわかったわかったわかった、もう一大イベントにしちゃいますか。みおちのカラオケコンサートみたいな、インショールームみたいなにして、私がセットリを皆さんと一緒に決めて、セトリ会議を一緒にして、でその曲たちを練習して10曲ぐらいやろっかな。みおちライブインショールームしようかな。それ良くない？めっちゃ。だからその日に、その日までに私はその決まったセトリをね、もう死ぬほど練習するのどうですか？よくないですか、めいちゃん。めいちゃんよくない？ダンス込みですか？あ、カラオケです。この今みたいなやつ。おう。ちゃんとあの音程分からへんとかやらずにちゃんと練習してきてちゃんと披露するっていう。どうですか？衣装もお願いします。確かにいいんちゃう？メイクも髪の毛もガチで自分でセルフプロデュースやして、59分やばい、めっちゃ良くない？リクワ形式で披露してほしい。ああ、なるほどね。テーマ決めるのも良くない？今回の今月のテーマ
テーマは恋の歌。今月のテーマは応援ソングとか。どう？めっちゃいいやん。その案ないし、なんで名前変わってんの？名前が顔文字になってる。ということで、いいよね、めっちゃ。ちょっとまだ喋りたいよね。今月は可愛い曲縛りとかいいね。確かに赤組の曲だけとか、白組だけの、白組の曲だけとか、カップリング総選挙とか良くないですか。ワクワクしてきたわ。めっちゃいいかも。あかん、喋りたいね、喋りたいんですけど、切らないといけない。ではランキング読みます。13位あゆーさん、12位ライナさん、11位アーチさん、10位リーさん、9位ケイちゃんさん、8位サラさん、7位ベイさん、6位チャミさん、5位ヤスさん、4位名前がない顔文字さん、3位レム太郎さん、2位イトキンさん、1位マヤさん。ありがとうございます。ちょうど次の配信がお話タイムだったので、これについて喋りますか。喋りますか。いいんじゃないの。ということで、ありがとうございました。今日の最終枠は23時からです。皆さんぜひ来てください。じゃあまた1時間後。